こんばんは。お疲れ様です。7月ラスト。お疲れ様でございます。昨日が7月終わりかと思ってたら、もう一日やりました。本当にね、なんか8月ラストだと思って、7月ラストだと思ってたからちょっと寂しい。もう8月だって思ってたら、あと一日ありました。今日で終わりです。お疲れ様です。テロップにも書いてあるんですけど、明日の8月1日の19時から個人ファンクラブがねスタートします。 STU48 の個人ファンクラブ、なんか先着で会員証とかも発行されるみたいなので、皆さんぜひゲットしてください。今日はちょっとそれの説明のね配信をグループの STU48 の公式のショールームでやってたんですけど、見てもらえたかな。まだねコンテンツは少ないんだけど、今年中にはもういろいろと増えていくみたいなので楽しみにしていてください。なんか配信とかもできるんじゃないかなみたいなその個人ファンクラブ限定の配信とかできてくようになるんじゃないかなって思います。遅いと会員証はもらえないの。そうなんですよ、先着順なんですよ。申し訳ない。なので皆さんぜひ明日登録していただけると嬉しいです。物もね持って帰ってこれてもらえたんですよ。なんかファンクラブ限定のブロマイドとかこういう感じで何枚かあります。取り下ろしなのでぜひぜひゲットしてください。なんかいろいろあって、ちょポスターは大きいから持って帰ってこなかったんですけど、なんかこういうステッカーとか、モバメの方とかもね、なんか移行していったらこう一個にまとまったら、ね、見るのが楽でいいかなって思うんだけど、こういうステッカーとかもあります。ぜひぜひ そう、ランダムじゃないんですよ。今までだとねグループだからこうメンバー別に販売される方が少なかったんですけど、これは私の買ってもらえたら私のが絶対に届きます。缶バッジとか、ね、おすすめのグッズ、まあ個人的にはステッカーとかあんまりないからおすすめですね。うん、こんな感じかな。あとはポスターとかもあります。もうとりあえずブログとムービーとあとフォトっていうコンテンツが3つあって、それはもう昨日ぐらいに書いたので明日投稿されるんじゃないかなって感じです。ステッカー家具に貼る、あーなんかいろんな使い方してもらえたら嬉しい。でも本当になんかまだあんまりなんか決まってないっぽくて、もうこれからどんどんなんかメンバーとかファンの皆さんで何やりたいかとか決めてなんかやっていくようになるんじゃないかなって思います。入会したらすぐ見れる、
はず。ちょメンバーもまだ見てないから、早く私たちも実物のサイト、ホームページかな、見れるようにしてもらう予定。でも第1弾メンバーだから本当に、ね、自分らが好評だったら他のメンバーの第2弾第3弾ってあるみたいので、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。そうなんですよ。だからもしかしたらそっちの方にいることが多くなるかもしれない。配信とかもそっちでできるようになったら、ショールームじゃなくて個人の方に多分いることが多くなるかなって思うので、もしいっぱいいたいって私のこと見たいって思ってもらえたら、入っていただけたら嬉しいです。お待ちしております。ちょっと飲み物飲もう。ストローが全然できない。移行していくのか。そうね、一個にまとめていきたい気持ちはめっちゃあるし、徐々にそうなっていくんじゃないかなって思います。の方が皆さんもね、分かりやすいですよね、きっと。うん、安いんじゃないかなと思います。よいしょ。わけめよき、うさん、ありがとう。ストローわかりやすい。何飲んでるかすぐわかる。これは今日カフェオレ飲んでます。ということで、8月からまあいろいろ新しいものも始まっていきますけど、ぜひよろしくお願いします。さやかりんがコロナ感染した。あー、そうなんだ。なんか熱あるとは聞いてたけど、コロナ感染したんだ。いやー、ちょっとそろそろ気をつけないといけないかもね。お大事にだ。よく昨日頑張ったね。そうかそうか。今日もなんかみちさんがずっとマスクしてた、念のためって言って。自分もちょっと8月いろいろあるから体調管理気をつけます。カラーズとかもあるから、カラーズ今めっちゃ頑張って練習中。ちょっと注意して、うん、注意する。まあでも注意してても、もうどうにかなるもんじゃないけど、なるべく自分で対策できることはしていきたいと思います。カラーズのリハもしてるんだ。カラーズなんか一人で歌うところが一人のメンバーにめっちゃ結構いっぱいあって、去年よりも頑張ってます。待ってます。歌詞覚えるのとか今必死に必死に頑張ってる。カラーズ行くか楽しみ。お、ありがとう。ドレスコードは赤でございます。オタマトーン持ってく。私のオタマトーンは青だからね、ちょっとドレスコードの色じゃないから置いていく、寂しいけど。今回のカラーズは2公演あるんですよね、昼と夜。前回は1回だけだったけど、昼だけ行く。お、待ってます。楽しみ。全然両方来てもらってもいいし、どっちかだけでもめっちゃ嬉しいです。ありがとう。楽しみだね。
だからそう、8月いっぱい結構楽しみなことが多い。赤破壊力半端ない。赤あんま着ないんですよ本当に。ステューで赤って言ったらココアさんぐらいなイメージだけど、私も赤全然着ないからちょっと楽しみ。お、昼夜行きますって、ありがとう。衣装楽しみね、楽しみにしててください。しかも研究生もランウェイで参加したりするから、ぜひぜひ。この間インスタライブしたけど、カラーズの、そのインスタライブでなんか披露されてた曲、オリジナル曲とかも披露するので、なんか各会場いろんなところでやるんですけど、カラーズはなんかその土地ごとの曲があるらしくて、広島の歌も作ってもらって、で歌割りがその時まだ決まってなかったから、あの全パートレックして一人一人が、でそれをクレイさんに送って、クレイユウキさんに、でクレイさんがあの歌割りを作ってくださって、なんか音源を送ってくれて、メンバーの声の音源を、今それを聞きながら練習してます。この間のインスタライブで結構自由な配信だったから、それ普通に流しててびっくりしたけど、そうなんですよ。多分見てくれた方は分かると思うんですけど、実は広島カープの歌、カープの歌ではないけどカープっぽさも若干歌詞に入ってる。本当に広島らしい歌があるんで、ちょっと頑張って歌いたいと思います。盛大なネタバレしててもしよかったね。なんかゆるっ、どこまでネタバレしていいのかと思ったけど、もうネタバレっていうかほぼ全部バラしてるそんなことあるんだってぐらい。まあその曲とかもちょっと楽しみにしてもらいたいなって感じ。あきちゃんのファンクラブができるんですか？そうです、明日からファンクラブができます。個人ファンクラブが8月1日19時からスタートします。ぜひぜひお楽しみに。バンドでやるの？そう、生バンド緊張しちゃう。ありがとうございます、くまさん、ギフトもありがとう。どうぞって言ってすごいかき氷いっぱい来た、ありがとうございます。夏ですねもうどうぞって言われるの面白い、ありがとうございます。今日のおきちゃん雰囲気違う。嘘、何が違うんだろう。明日は岡山で、岡山県警のイベントに出演させていただきます。緊張するわ。だからちょっと8月1日はちょっと真面目に始まろうかなと思ってます。8月の始まりは真面目にいきますふん頑張ります。熱っ。真面目とはしっかりね、かっちりしっかりかっちりいきたいと思います。頑張ります。香川か、岡山県警のイベントの香川でやります合同だったかな確か、岡山香川ややこしい、失礼しました。岡山香川、岡か県なのでね。クールビューティー感あります。嘘、
嬉しい。すごい一発目になんか褒めてくれてありがとう。顔について優しい。だから明日はちょっと頑張りたいと思います。不景になるの、いや分かんないんだよね。制服とか着れるのかな、それはちょっと分かんないや。どういう、私もあんまりなんか衣装がどうとかはあんまり分かってない。行ってからのお楽しみって感じ。まあ、ね、一般の方とのね、あのイベントなんであれなんだけど、ファンの方に対してのイベントじゃないからあれなんだけど、ちょっと緊張するんよ。だからこそファンの方がいないじゃないですか。ちょっと緊張する、頑張る。真面目にしっかりやってきます。見守っててください、あの遠くの空から。頑張ります。ひゃー撮影可能なのかな。なんかでも一般の方となんか撮影会みたいなあった気がする。え、超緊張する。もう自分のファンの方以外の人に接しに行くのめっちゃ緊張。やばい、心臓バクバクです。頑張ります。いいなぁ、だって。ほんと頑張るよ。ありがとう、そう言ってくれて。交通安全について広めていきたいと思います。頑張って広めていきます。割と今ぐらいからもう心臓バクバク。カメコタイムないのかな。そのライブじゃないんで。歌わないんで、うん、楽しそうやけどね。めっちゃカメコタイムはないですね。こっちまで緊張してきた。うん、優しいエール送ってください。そしたら明日頑張れると思います。頑張りますわ。そうなんよ、式典。そう、結構あのかっちりしてるから、だから緊張してるんですよ。そんなイエーイみたいなとこじゃないから緊張するんですよ。頑張ります。うん、ファイトって、ありがとう、優しい。くちゃんファンクラブできるの。そうです、明日の19時から始まります。頑張ります。ぜひ ご加入お待ちしております。個人ファンクラブがスタートします。すごい、ソフトクリームのギフト見てたらめっちゃアイス食べたくなってきた。暑い、今日も暑い。買いに行こうかな、後で。いや、でもな、迷うな。たまにショールームで飯テロみたいなの食らってしまう。明日の19時はサーバー落ちそう。え、サーバー落ちるかな、どうなんだろう。そこまで入ってくれるのかな、それも不安だけど。でもね、あの私のファンの人が加入してくれたらめっちゃ嬉しい。
顔のコンディションいい、うぞーん。最近ちょっとなんか疲れが悲しい。でもお高いんでしょう。いやそれが月額550円なんですよ月額550円、意外と意外と意外と、どうだどうだろう。意外と STU にしては意外とお手頃な気もしなくもない。メールとかがそっちに行ったら超お得になる。いつかそうなると思う、うん、今はその分かれてるけど、いつか多分全部合体すると思うから、そしたらめっちゃお得コンテンツになる。そう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 、でもいずれ多分そうなっていくと思う。合体すると思う。その可能性は結構あるの、あると思います、あると思います。うん、会員証外れたら会員じゃないの。なんかあのネットの会員証は全員もらえるらしい。先着であの物体的な物理的な会員証は先着順なんだけどっていうね、ちょっとねややこしいんだけど、本当はね全員に配りたいんやけど、入会の入り口はどこなのかな。明日 SNS で告知するね、うん、なのでぜひぜひ楽しみにしていただけると。一瞬でなくなりそう。え、どうなんだろう、先着200人とか100人とかだったかな確か。メールでリンク送って、分かった、送れたら送る。リアルに言うと即ではないと思ういや私も即はちょっと、私の個人にそんな200人も即入ってくれるとあんま思ってないだよね。私もそうなんよ。でもいずれなくなっちゃうから、いずれなくなっちゃうんじゃないかなって思うから、ぜひ早めに入ってくださったら私は嬉しいかもしれん。会員番号は先着なの、多分先着じゃないかな、ちょっと分かんないけど、おそらく各メンバー200人なの。そうだと思います。うん、おそらく。でも楽しみ、なんか今までなんか自分のね、なんか登録者数みたいなのとかあんま何人いるとか把握したことなかったから、やっとちゃんとした数を把握できる機会だなと思って楽しみにしております。先着忘れたら1201番狙う。おお、キリいいですね。まあそういうね、キリ番を狙うもよし、1番を狙うもよしみたいな。
しみにしています。メールの登録者数とか教えてもらえないんだ。わかんない、知ってる人もいるんじゃないかな。私は聞いたことはないけど。客観的に見て、何人ぐらい入ってくれるかな。ワクワクドキドキって感じ。頑張ります。でもしばらくは個人ファンクラブの方をメインで投稿とかしていこうかなって思う。他の SNS っていうよりかは。お楽しみに。頑張ります。明日は2つのことから緊張があるね。そうなんよ、緊張する。緊張します。あんま緊張するってめったにないけど、こういう時は緊張するね。世には出せないの待ってる。何乗せようかな、何乗せようかな。スペサボとかもやっぱ自分のファンの人以外が見てたりするから、やっぱりもっとこう閉じられたコンテンツでしか乗せれないものを乗せようかな。楽しみ。動画とかあったら嬉しい。なんかムービーとかも載せれるっぽい。本当にスペサポートみたいな、ああいう感じになるんじゃないかな。うん、楽しみです。他のメンバーとかも何載せるんだろう。写真集のヤバいオフショット、ヤバいオフショットあるかな、探してみよう。ないかも。本当にね、いろいろ増えていくから頑張らんとね。頑張ります。ちょっと遠い。複数名の会員になったら DD なの。いや、そんなことないんじゃないですかね。割とお得だから全然いいんじゃないですかね。でもイベントとかソロイベントとかももう決まってるっぽいから楽しみ。何しようかな。胸番候補だぜ。何胸番候補って。初めて聞く単語。アップになってかわいい。いや、なんかそう、なんか遠かった今。明日どこからファンクラブに入会したらいいんだろう。明日告知するね、私のツイッターから。ツイッターから告知する予定なので、ぜひ楽しみにしててください。
そうよね、ちょっと分かりにくいかったりしてますよね、きっと。私の SNS から見ていただけたらいいかなと思います。お待ちくださいませ。なんかオーマイガー、オーマイガー、ひゃー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 。ひゃ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 、やれやれだぜ。なんかショールームのコメントちょっとコンプラ違反が多いのでそろそろ終わります。困った困った、汗汗汗汗汗汗、怖い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 明日からショールームじゃない、ファンクラブ始まるのでぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ、ありがとう。7月もありがとうございました。8月もよろしくお願いします。バイバーイ、頑張ろう、あっさり負けずに頑張ろうな、私も頑張るよ。明日は緊張するけど頑張ります。バイバイ。ファンクラブについてはちょっとわからないこと多いと思うので、また明日 SNS で告知出したいと思います。おやすみ、ゆっくり休むんやで。おやすみ。